大山真由加、23歳、埼玉県出身です。現在は今年の3月に大学を卒業しまして、今は芸能活動を通して人に元気を届けられる喜びをすごく実感しています。もともとベストオブミス埼玉の方に出させていただいておりまして、でそちらの大会に応募するにあたって、その今現在している芸能活動を通して、今人に元気を与えられることにすごく喜びを感じているので、それをよりもっともっと多くの人に届けたいなっていうのがあったのと、あともともと私自身昔引っ込み思案だったんですけれども、今はもうそれを克服しまして、でそういった時期があった私だからこそ、皆さんの心により届けられるものがあるんじゃないかなということもありまして、いろいろな思いがありまして、こちらに応募させていただいております。はい、私は誰にも負けない根性だと思っています。そうですね、この間のベストオブミスの大会の時も、最初はもう誰よりもヒールで歩くことができていなかったんですけれども、絶対に諦めたくないっていう気持ちがありまして、毎日人一倍努力して自主練を積み重ねて、で、その甲斐もありまして、おかげさまで、ミスユニバース2023プレリミナリー埼玉に選出していただきまして、でそれで私自身やればできるんだというふうに思うことができました。やっぱりウォーキングだったりスピーチだったり、いろいろと審査項目あると思うんですけれども、そういったものを一つ一つしっかり丁寧にクリアしていくっていうことを心がけて、より多くの人にパワーを元気を与えて、社会的に貢献していける女性になっていきたいなと思っております。